では、あとは頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。はい。オレアポって何？オレアポっていうのはですね。いや、わかんないです。まあ、あの上戸さんと立花さんが、さん朝からぬ関係なので。朝からぬ関係なの？いや、朝からぬ関係ではないです。俺、間に入っちゃったんだけど。おいゴリラてめえ下げてねえマジで。やばいじゃん。朝からの関係。朝からの関係では違う違う。朝からの関係。じゃあそんなに知り合い程度の関係なんですか。そうですよ。そう。ちょっと喜んでんじゃん。そうですよ。朝からの。やばいじゃん。誰だよコメントしたやつ。許せねえよ俺。ねえ。名前教える名前。なんか俺アポ俺アポばなんかツイッターでめっちゃ出したから、俺アポって何なんだろうなって、俺アポの間につか挟まる使った楽しみみたいな。髪の毛の色がね、立花さんの髪とさんも、うん、こう真ん中から別の色になってましてですね。なんでゴリラが説明してんだよってことか。立花さんはアポロ、うんうん、で髪とさんがオレオで俺アポですね、うん、なんでゴリラさんが説明してんの。二人ともお菓子、甘いお菓子なので、まあ甘い関係ということで。おい、ゴリラ。ほどね。落ち着け。いやー、俺炎上しちゃうから大丈夫かな。炎上しないよ。ゴリラ、なんでそんな丁寧に丁寧にさ説明すんの？すごい丁重に説明。まあ、事の始まりはですね。ゴリラさん。バルヘイムというサバイバルゲームがあるんですけど、そこでね、この立花さんとね、神田さんが初対面だったんですけど。ゴリラ解説だ。初対面だったんですけど、あの上戸さんがね、うん、結構オタクなんでね、女の子と喋るの難しいところからですね、まあ、今日喋れなかった。今日大会に出てるねヘンリーさん、トナカイとヘンリーさんと、ああ、さっき俺が連れた人だ。そうそう、説明した、説明した。ヘンリーさんと、まあ、バチョクレ自分がね、間に入ってこういう会話したらいいんじゃないんですか、うん、みたいなことを言いながら、あの2人の関係をこう近づけていったんですけど、なんかね、気づいたら朝からぬ関係になっていく、ね、いや、朝からぬ関係にはなってないです。やめてもらう。気づいたらもうなんか名前なんかも呼び捨てにしちゃったけど。してねえだろ。めちゃめちゃ仲良しだよね。そうですね。いやいやいや、ちょっと待ってよ。なるほどね。待ってよ、ちょっと。いや、痛くなってきた。悪いことしちゃった。いや、悪いことしてないよ。違うよ、いいんだよ。やってない。ふざけやがってこのゴリラマジで。俺も来れないふりしてた方がよかったね。うん、それはね、違うよ。逆に、あ、始まる。だから始まるから。てか、金キャニになってね。